はい、どうも、ミスランドです。お願いします。それでは一度頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。トミーです。カンです。お願いします。お願いします。ということで、はい、久々のちょっとホラーっぽい企画をやっていこうと思います。サブチャンネルでやってるんですけども、はい、まあ夏なんでね、はい、僕の夏休みやってたじゃないですか。やってましたね。めちゃめちゃ楽しいよね、あれ、はい。まあちょっとなんか最近撮ってないですけどね。最近ちょっと撮ってないです。はい、はい、なんですけども、うん、実は結構前から、うん、僕の夏休みトミーにやってもらってたことあって、はい、あの8月32日に行こうみたいな企画、はいはい、ありましたね。結構前だよね。もう何年前？ 4、5年前やってるのよ。夏休みって子供からしたら夢じゃないですか。はいはいはい。それをもう一日足したいっていう願いから、うんうん、僕夏のバグを利用して8月32日に行くっていうのがあったんですよ。はい、ありましたね。で、なんか今ネットで、うん、また今年も夏休みを終えたくない子供がいるみたいなとこ、ね、こんなに休み多かったのね。で、僕の絵日記っていうはい、はい、サイト、はい、ちょっと話題になってて、まあ、ある子供が、うん、なんか要は夏休みを終えたくないから何かをしてるっていう、おお、ちょっともう見ていかないと分かんないんですよ。ちょっとそれを今日2人で体験していこうかなという形になってます。なんで抜いた？で、まあ制作者さんが僕の終わらない夏休みっていうタイトルをつけてるわけですよ。うんうんうん。僕夏みたいな感じだよね、多分。スタートをさせていただきます、はい、うわっ、ピッピッみたいな。あ、出た、僕の絵日記。僕の絵日記クリックで読むがもうね、リリックで読む。さっき俺が僕のリリックで読む、僕リリだもんね、もうこれ、うん、なんか感じがして、ちょっとさっき引っ張られちゃったことだ。もう俺もそう見えた、今1日目かな。お、8月、でも4日だよ。まあ書き始めるの遅かったのかな。それをこうちゃんと伝えるって8月1日じゃないもん。素直だね。素直に4日から書いてるね。まあちょっともう4日ぐらい遊んでるからね、これ、うん、8月4日、うん、今日は外に出てカブトムシを探した。たくさんの森があって虫もいっぱいいた。楽しかった。あ、かわいい。まあ区切るとことかもね、まあ漢字書けないからこその、あ、そうだね、小学1年生とか2年生の感じだよね。まあね、手が丸ってそのぐらいの頃だからね。漢字もちょっと書けなさすぎるもんね。まだ普通、全然こうない。まあまあまあ、カブトムシをつかみと、まああれあれですよね、はい、はい、8月7日、毎日じゃないんだ、もう絵日記、うんね、今日は友達と鬼ごっこをした。みんな逃げた。追いかける友達はとても遅かった。ずっとこっちを見てた。お、ちょっと怖めな感じ。あとずっとこれ後ろ姿なら全然いいんだけど、ずっと顔が黒く塗りつぶされてる。そうなのよ。これでさ、どうやってさ夏休みこう乗り切ろうというか、ずっと続けようとしてくんだろうね。ちょっと楽しみ、うん、はい、続いて、はい、4日おきぐらいね。8月11日海へ行きました、うん、海には人がたくさんいました。はい、お腹が空いたのでみんなのスイカを食べました。みんなのスイカ、みんなのスイカ気になるな。みんなのスイカ、人は少なくなりましたが美味しかったです。お、ちょっと待って、みんなのスイカって何？あとなんか食べてる絵がクワガタみたいになってるな。本当だ。上からドローンで撮ってるってこと、これスイカを。8月14日、今日は家でお菓子を作った。うん、材料はチョコレート、砂糖、サナダムシです。作るのが大変でした。え、サナダムシってなんかさ、うん、人間に寄生するなんかじゃなかった？あ、そうだっけ。なんか人間からとんでもなくでかいなんか虫出てくるのがサナダムシ。怖い匂いするな、うん、うわ、怖っ。周り黒く塗り出したんだこいつ。怖い、急に怖いね。8月16日、いやでももう折り返し入ってますよ。そう、早い早い早い。8月16日、誰かが僕を悪い目で見てきます。今日はせっかくのバーベキューなのに天気が悪くなりました。うわ、ちょっとなんかこう急に悪い目で見てきます。何何、バーベキューの天気が悪かったのはまあ普通として、う
この絵的なのは夜とかに人が見てくるってこと？かなり絵怖くない俺は、まあ、暗いのを表現してるのかな、周りが。すごいね、この年で、元々の白で人を描くっていうのをやってんだね。もうだから逆転させてるんだよね、うん。はい、次行きましょう。はい、うわうわ焦げてないなんか。面白い、普通に。何ですか ?8 月19日、僕のお母さん。あ、あか、これ。あですね。僕のお母さんの、髪とっていう字だけどね。ね。僕のお母さんの髪は落ちてゆきました。お人形さんはずっとこっちを見ています。風船雲は逃げました。お母さんの髪は落ちてゆきました。落ちました。なんかで。あるんですかこういうことって。あります。あるか。はい。うわ、何？何？8月22日かな、多分。はい。またお菓子ができました。たくさんできます。お前らがこんなことするからたくさんできるのです。すっきりすんのかな、これ見終わって。あ、そういうことね、みたいな。行きましょう。はい。8月26日、もう結構、夏休み終わっちゃうよ。お祭りが、やっています、はい。みんな楽しく踊っています、うん。とても気分がいいです。なんかでも、顔。死にしか見えないね。ね。あの、剣道のさ、防具みたいなね。ねんね。でも、このまま行ったら普通に夏休み終わるから、ね。もうだって8月26日だよ。まだ別になんか人になんかしてるとかないもんね、うんうん、お母さんの髪の毛抜けちゃっただけだもんね、うん、はい、お目が描いてある。8月29日、うん、ドアを叩いて叫ばないで、ずっと夏休みがいいから楽しい夏休みにさせて。でもさっきからなんか悪い目で見てきますみたいなよ。誰かを見てるもんね。人形が見てますとか言ってるから。あともう、でもあともう31日で夏休み終わりますからね。押します。はい。うーわー、何これ。8月30日、うるさいうるさいうるさい、すごいことになってもう、わーって書いてますね。で、一応宿題はやってんだね。で、これでもなんかさ、最初にさ、スイカ食べてた時とさ、同じじゃないの。ほんとだ、怖ない。あれなんだろうな、自分なのかな、これ。31もう終わっちゃう。もう次で多分ラストっすね。でもまあ夏休み終わんなかったとしたら続くのかな。ああ、確かに確かに、そういうことか。じゃあ押します。うわっ、何エリンギ。8月31日、夏休みを終わらせるものか、うん、僕の永遠の夏休みを、うん、死ね死ね死ね、僕のために。終わり、これで。次行きましょう、はい、うわやばっ、これ作ってる人やばいよ。うわ、もう完全に焦げてるので人を描いてますね。うん、まだあいつが見てくるよ。誰、なになに、どういう設定、どういうこと、なん、なに、全然読めてないよ、ストーリー。次行こう、次次行こう。僕は悪くありません。僕は悪くありません。お、人っぽいね。さっきのやつのなんか薄くなった感じするね。あれあれ、もうないじゃん。終わってるやん。いや、終わってるやん。もうやだ、こういうのすっごいやだ。なんでなんで、なんかだって絶対いきますよ、はい、うわぁ、いやいや、同じページ。違う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 、これなんかじゃん、絶対同じのだってですよ。いきますよ、はい、ああ、もう何回もやんないで。いやいや、同じのだから終わったんだよ。なんかじゃん、絶対終わったんだよ。ちょっと、いきますよ。ああ、もうやめて。同じのじゃないかな。絶対なんかじゃん、これ。違う違う、同じのなんだって。ちょっと緊張します、ちょっといきます。ああ、いや、同じのじゃん。何枚やるの。同じのじゃんだから。はい、行きます。ああ、いやいや、交互に行こう、交互に行こう。うわ、あ、うん、何、
なんとかの男性、薬物を摂取。なんとかは、誰々は暴れながら夏休みを終わらせたくない。え、たく。あ、だから上が切れてるから。下も切れてない。したくな。あ、本当だ。自宅から覚醒剤の所持が確認された。漢字もカタカナも書けなくなり、ひらが、多分なとかでね。うん。子供のようにまともに喋ることすらできない。多分子供だろうね。うん。たくさんの結婚と人肉が落ちて。やだ。他の刃物を振り回しながら笑顔で逃げる。なんとかは子供、息子がいたらしく、その息子には各、なんとか、人肉、包丁、ペットの愛犬など食べさせる。なんとか追いかけ回し、ご飯のくせに逃げる。なんとか、で、息子は殺された。その後、家族の身元、なんとかし、逮捕された。母親は今も逃走中。え、近くの住人は注意が必要ですみたいな感じですね。以上。うわまだあるわ。なんて書いてある？全部おしまいなのかな。先生、あ、おしまいだ。うん、うわぁ、最後の、そうやって、何これ、しゃもじなわけないだろ。うわ、あれだ、 iPhone のあれだ。ん、カメラだ。あー、タピオカみたいなね。あ、おしまいっすね。おしまいですね。あー、まあ、確かに面白かった。だから子供じゃなかったってことだ。僕の終わらない夏休みね、はい、のホラーバージョンですね、多分。結構ホラーだったね。僕の夏休みのホラーバージョン、うん、はい、見させていただきました、はい、ちょっと概要欄に貼っとくんで、ぜひ見たい方いたらやってみてください、うん、はい、ということで、以上、今日のミツアヤンでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。